はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さんクリスマスの方は楽しんでいますでしょうか。僕はですねクリスマスツリーの飾り付けは終わりました。今日はですねこれからクリスマスケーキをね作ろうかと思っています。まあ少し早いんだけどね。そんなことより今やっているね妖怪学園 Y のクリスマスのイベント、皆さん倒せましたか？剣豪ベニマルのね聖剣バージョン、むっちゃ強いよね。とんでもない。ということはやはり追加要素、追加キャラあるでしょう。今日はですねイベントの追加要素について話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さんのね予想もね教えてください。もちろん今回も復刻ありますよ。レベル5の日野社長のツイッターなんですけども、映画妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるか、ワイワイ見ようぜ企画いかがでしたか、ということで今やってます。ラントの初期デザインが反響が大きかったようですね。映画は明日の18時まで限定公開ですので、気になったシーンはリピート視聴でお楽しみください。ということで12月19日今日ですね夕方7時まで映画がですね YouTube の方で限定公開、これ無料ですされてます。今年はね妖怪学園 Y の映画がですねコロナの影響で、まあ、できないということで、まあ、これは日野社長からのねプレゼントかなと思います。ついでに Y ポイントのプレゼントお願いしますよ。どうして妖怪の敵が宇宙人なのか、実はラストハルマゲドンという作品から着想を得ています。ゴブリンのようなモンスターたちが異形のエイリアンと戦うロールプレイングゲーム、次元の違うもの、交わらない世界観のもの同士で戦うのが面白いのではないかと思ったのです。このラストハルマゲドンなんだけど、これ知ってる人おそらくいないんじゃないかなと思います。もう30年くらい前のゲームで、日野社長もよく知ってるよね。おそらく日野社長ぐらいの人は、まあ、リアルタイムでねこのゲームやってたんじゃないかなと思う。オリジナル音量コンテスト受賞作品が妖怪ウォッチプニプニに。今回イベントで登場しているキャラなんですけども、実はですね2020年の6月にコロコロコミックで開催していたオリジナル音量コンテストの最優秀作品を受賞したね3作品がですね今回登場しています。ミイラカンス、ネゴ、マメマメ犬、僕はですねこの3体すべてゲットすることができました。まあでもね、まあ、欲しいキャラではあるんだけど、イベントの攻略的にはね若干微妙なんだよね。追加キャラはどうしてもですねこの暴走輪廻の寿司三昧ポーズが気になってしょうがない。ちなみに僕は昨日寿司食べました。今回のイベントで妖怪大辞典の追加は10体でした。ダブルゼーターの王族暴走輪廻、ダブルゼーターの勇ましん、まだ出てないんじゃないの、そして Z の勇ましい剣豪ベニマル、 Z のニョロロン、オロチサンタ、そして Z のプリチー、ん、まだ出てないんじゃないの、おっと今回は2体の追加パターンか。コマミサンタ、ランク Z の種族プリチー族、まさかの今年のサンタ当番はオロチだと思っていました。しかし今年はですねダブルサンタということで、コマミもサンタコスプレしちゃうのかい。必殺技は中央の妖怪プニを消しメリクリ玉を作る。なんだよその玉ってさ。スキルはフィーバーになった時に自分の技ゲージがたまる。特殊能力は聖剣の間アップとダウン両方あると。おっとこれはワンチャンあるんじゃないの。そして入手方法は追加ガチャと。暴走輪廻の超アップガチャで大爆死したコナンとしてはこれはねワンチャンあるんじゃないかと思ってます。いやないかな。コマミはですね妖怪ウォッチプニプニではすでに登場しています。2019年の12月1日そう去年のちょうど今頃ですね妖怪ウォッチプニプニに登場しました。必殺技はタップでデカプニ周囲を消す。スキルはデカプニを消すとそのデカプニが降ってくるということで、結構ね最強必殺技スキルじゃないかと思います。コマサンタと同じ必殺技なんですけども、妖魔ケツキヌラリヒョン、必殺技は中央の妖怪プニを消し吸血玉を作る。まさに同じじゃないかなと思います。これはねニャンボキャラです。
仮面ライダークーガアルティメットホーム、覇王支援、鬼覚醒主天童子、この辺りのキャラも同じ必殺技かなと思います。同じスキルのキャラはダブルゼータのポカポカ族ティーデン、最近出たよね。フィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる。ダブルゼータブシニャンフューチャー、暴走アマテラス、セラマスミ、名探偵コナン、ヨーマの大王カイラ、この辺りがですね同じスキル。まだまだあります。闇輪廻アムロトール、日本代表野坂、だからこのスキル持つキャラはね結構たくさんいます。コマミサンタがぶっ壊れに強い理由なんですけども、まあプリチー族ということで、プリチー族はですね強いキャラが揃っています。なのでこのコマミサンタが加わることで強力なプリチーパーティーを組むことができる。さらにマメマメ犬、これがね特殊能力キャラ、配布キャラなんだけど、まあ結構強い。必殺技がねボーナス玉を作る。スキルがねフィーバーに入りやすいということで、この編成が組めることでコマミサンタ自体はねまあ強いには強いんだけど、ダブルゼータの暴走輪廻ほどではありません。ただこの編成を組むことでダブルゼータの暴走輪廻を超えることができると。ちょっとね仮にパーティーを組んでみました。このコマサンタのところがコマミサンタだと思ってください。僕が編成するとしたらね、ゾディア・ライア、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。さらにこれ復活あります。エルゼメキア、中央の妖怪プニを消してボーナス玉を作る。これボーナス玉がでかいんで、まあ暴走エンマみたいな感じとして使えるんじゃないかなと思います。そしてモンストコラボキャラのダブルゼータ、神話と情愛の天使マナ、これねダブルスキルぶっ壊れなんですよ。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。カッパちゃんとかね百鬼彦もねありかなと思います。カッパちゃんはですねスーパーフィーバー、そして百鬼彦は全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。この辺りのねキャラで編成することでフィーバータイム中にね必殺技がねたくさん打てます。だからワンチャンあるんじゃないのこれ。アースウォーカーノア、ダブルゼータの勇ま種族、必殺技はタップでデカプに周囲を消す、最強。スキルは勇ましの種族効果アッププラスデカプにを消した時に敵をサボらせる、ダブルスキルついちゃってます。特殊能力は Y ポイントアップ、入手方法は年末にゃんぼガチャです。ちょっとねこの年末にゃんぼの話は長くなっちゃうんで、またね次回たっぷりとね話していきたいなと思います。今回の目的は、まあ目的はね人それぞれあるかと思いますけども、一般的に言って、まあ、ダブルゼータ暴走輪廻をゲットしよう、剣豪ベニマル聖剣バージョンをゲット、この2つじゃないかなと思います。まあ人によってはねマメマメ犬とかねミイラカンスの人もいるかと思うんだけど、まあちょっと置いておきましょう。今回の難易度はどうですか皆さん、今回のイベントの難易度、人によってね様々かと思います。むっちゃ簡単ってね言っている人もいれば超難しいっていう人もいるかと思います。僕はどちらかというと超難しい、やべえよこれ。つまり今回のイベントはですね、特殊能力持ちキャラね暴走輪廻を引いた人はまあ比較的簡単だと思います。ただ特攻キャラがないと、まあ暴走輪廻に限らずねオロチサンタとかねその辺りのキャラがいないとまあ難しいね周回すらままならないと。今回のイベントは通常の間、まあ音量の間でですね種族縛りがありません。前回のねイベントではこれがね種族縛りがありました。ここはね結構大きいかなと思います。そういう意味ではまあ簡単にはなってきている。まあただしキャラをねある程度揃っている人が前提になりますけども、前回のね気まぐれゲートイベントでは種族縛りがあって強力なキャラ、例えばねダブルゼータの暴走エンマだとか暴走カイラ、リトルコマンダーとかねイケメン魚みたいなキャラが使えませんでした。これはね相当厳しかった。これが今回使えるというだけでもまあちょっとね救われているのかなという気がします。マメマメ犬のスペックなんですけども、レベル1からレベル35まであります。だんだんね HP 攻撃力上がってきます。途中からですねレベル20あたりから反撃が出てきます。だからここから
一段ね難易度が上がると思っていいでしょう。グラフで書くとこんな感じ。レベル20ぐらいまでは緩やかにね HP 上がっていきます。ここで一気にねなぜかほぼ垂直にね HP 上がります。そしてレベル35まで穏やかに上がっていく。これはですね前回のイベントとほぼ HP 的には同じです。攻撃そして反撃もねグラフで表してみました。レベル20から反撃がね入ってきます。なのでこっから一気に難しくなると言っていいでしょう。レベル25でビッグブラックがもらえてレベル35で豆豆犬がもらえます。だから何としてもねレベル35までは頑張って豆豆犬欲しいよね。強い方の敵の剣豪ベニマルのスペックなんですけどもレベル1からレベル9まであります。レベル1からレベル7までは、まあ、前回のイベント暴走院長カントッツと HP 攻撃そして反撃ともにほぼほぼ同じ数値です。レベル8、9がですね若干変わってくるんだけど前回の暴走院長カントッツよりは優しくなっています。ただカッパちゃんよりは難しいっていうね絶妙な位置に調節してきました。おそらくですね暴走院長カントッツむちゃくちゃ難しかったんだけどそこでねちょっとやりすぎたかなっていう反省があって今回ね難易度調整してきたのかなと思います。難易度調整してきたにしては強すぎるよね。何なんだこのぶっ壊れは。グラフで書くとこんな感じ。暴走院長カントッツほどではないけどまあでもね正直ここまでいったらねあんまり変わらないよね。倒せないことには違いありません。やばいです。皆さん剣豪ベニマルね倒せましたでしょうか。この鳥さんバージョン僕はですね、まあ、特攻キャラがね豆豆犬しかいないので豆豆犬を軸にしたパーティーでこんなパーティーでね、まあ、倒してきたわけなんですけどもちょっとね限界をね感じています。どうなんだろうね豆豆犬いっそのことこの外してですね王族パーティーで行っちゃった方がいいのか、まあ、そこはねちょっと迷うところかなと思います。怨霊の間での特殊能力持ちキャラなんですけどもダメージアップがですねオロチサンタ Y 覚醒モモそして復刻でですねミケッティオそしてエルゼメキアが来るんじゃないかなとね思います。まあこれは嬉しいよね。ダメージダウンがですねオロチサンタそしてミイラカンスこの2体となっています。なので今回オロチサンタさえ引ければですねとりあえずはね周回は可能かなと思います。もちろんねワイ覚醒モモ魚あればもっと楽です。聖剣の間での特殊能力持ちキャラはダメージアップがですね暴走リンネそして復刻でコマミサンタそしてマメマメ犬とこの3体そしてダメージダウンがですね暴走リンネコマミサンタということで今回も、まあ、暴走リンネもしくはコマミサンタのどちらかがあれば、まあ、攻略は可能と両方ないとちょっと苦しいかなっていうね感じかと思います。僕はね今のところ両方持っていないのでマメマメ犬だけでやってます。非常に苦しい。今回のキーマンはもちろんこの人暴走リンネでしょう。暴走リンネのねイベントなんで、まあ、このキャラをねゲットできればイベントとしてはね非常に楽とそして非常に使えるキャラ必殺技は全消し&フィーバー中はその効果アップ。スキルは HP が0になった時に一度だけ復活し自身の技ゲージが溜まるということで最強じゃねえか。これだけあればですね今回のイベントはですねコンプリートすることができます。漢方は何本？ログインボーナスが今回0本です。前回は7本でした。ここが一気になくなったよね。まあこれがいいのか悪いのかってのはあるんだけどその代わりといってはなんですが Y ポイント交換は5本クリアご褒美1本ミッションが3本気まぐれボックスは無制限です。合計でですね9本なので合計本数に関しては従来とプラマイ0変わりません。ガチャスケジュール確認していきましょう。初日にですねオロチサンタミイラカンスネゴワイ覚醒モモワイ覚醒バケーラの出現率アップが来ました。爆死です。12月19日から12月21日暴走リンネの出現率超アップが来ています。本当はですねここで暴走リンネ引けるといいんですけども僕は爆死しました。大爆死です。
12月22日から12月24日、こまみサンタ追加の出現率超アップ。ここでね、勝負に出るか。12月25日から12月27日、ランク Z キャラの出現率超アップ。12月28日、エルゼ、クルゼ、ミケッティオの復刻ガチャ。ここでワンチャン狙うのもありか。12月29日から12月31日まで大晦日ラストチャンス、本当のラストチャンス。そして12月28日から、まあ、イベントをまたぐような感じで年末年始超にゃんぼと。超です。気になるこまみサンタの確率は、まあ、途中追加のランク Z のねぶっ壊れキャラということで、前回の気まぐれゲートの電電竜とね、まあ、同じ扱いかなと思います。ということは 1.6% でくるんじゃないの。まあ、1.6% なんでこれはワンチャンあるかな。ダブルゼータのね暴走輪廻と合わせれば 2.1%、 まあどちらが出てもいいからね。だから 2.1% ならさ、ちょっとまあ最悪100連ぐらい回せば出るんじゃないのと言いつつ、ここでも大爆死するとね、ちょっとね年越せません今年は。さらに今回ももちろんありますよ。前回もありました、深海の魔レアのね出現率2倍みたいな、それがね来るでしょう。聖剣の魔出現率2倍ということで、期間限定でね来るんじゃないの。ここでまあ、前回はねカッパちゃんを手に入れるチャンスということで、なんだよその手に入れるチャンスってさ、チャンス英語でね日本語に訳すと良い機会ということなんで、これはね剣豪ベニマルが弱くなるわけでも何でもありません。ただまあどうなの、手に入れるいい機会じゃないのっていうぐらいかな。なのでちょっと微妙なんだけど、まあこれはおまけぐらいにね考えておけばいいかなと思います。さあ皆さんは今回のイベントの追加要素何があると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。もうねイベントねクリアしてコンプリートした人にとっては、まあ、追加要素どうでもいいっていうね人もいるかと思うんだけど、僕にとってはね生きるか死ぬかの死活問題ですよ。ぷにぷにまだまだやっていきます。